2018年3月22日9時31分特集、大坂なおみ女子シングルス1回戦で S ・ウィリアムズを破り、観客の声援に応える大坂なおみイコールマイアミ、共同、拡大、テニスのマイアミオープンは21日、米マイアミで行われ、女子シングルスでは18日までの BNP パリバオープンでツアー初優勝を果たした20歳の大坂なおみ、日清食品、が1回戦で元世界ランキング1位の36歳、セリーナ・ウィリアムズ、米国、に 6-3、6-2 で快勝した。2回戦で第4シードのエリナ・スビトリナ、ウクライナ、に挑む。マイアミオープンは BNP パリバオープンと同じ4大大会に次ぐ規模で、ツアーで年間4大会のみの、プレミアマンダトリーの格付け。世界ランクで自己最高の22位に上がった大坂は、昨年9月に女児を出産してツアー復帰2戦目の S ・ウィリアムズと初対戦だった。男子シングルス1回戦で世界43位の杉田祐一、三菱電機は44位。とロビン・ハーセ、オランダ、2-4-6、6-3、1-6で敗れた。第26シードの錦織圭、日清食品は初戦の2回戦の相手が世界96位のジョン・ミルマン、オーストラリアに決まった。大坂なおみの話、大好きな選手との対戦で本当に嬉しかったし、夢が叶った気持ち。最初の3ゲームまでは本当に緊張していた。勝てたのはいいプレーができたからだと思う、杉田祐一の話、第3セットで自分のプレーを上げられなかったのが敗因。大会が続いて、エネルギーが落ちているのを感じる、4月からのプレーの死。くんは、精神的にもタフだし、勝負になる、試合日程へ今、あなたにおすすめ。